サブチャンネルでーす。突然不意に毎日投稿をしてみようサブチャンネルという習慣になりました。みなさんこんにちは、ね、サブチャンネルをちゅんちゅくんちゅくんこはやったほうがいい、うん、サブチャンネルちゅぐるちゅくちゅぐるちゅくちゅぐるちゅくちょですね。サブチャンネルを毎日投稿してみようっていうキャンペーンをしてんのママ今。せーの、皆さんどうもこんにちは、ポンスです。あやなんです。今週は福丸としばゆは岡崎にいるじゃん。で、あやなんとポンスが東京にいます。そうです、よくわかってんじゃん。キノコゆる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 と二人で過ごしてお風呂入って、でもやっぱねポンスはねいろいろ自分でもうやってくれるから、私の手をそんなに借りなくても自分で着替えられるし、お風呂上がった後タオル出して体拭いたりとかね。ポンス乾燥肌だからさ、クリーム塗りがすごい大変なんだけど、クリーム塗るのと髪の毛乾かすとかを私がやってあげればもう何もやることはないんですよね。怪物むずくない？怪物最近練習してんだよね。ちょっと髪の毛乾かしながら練習しよう。あー素晴らしき世界に今日も乾杯、マッチに飛び交う笑い、声も見て見ぬふりしてるだけのスクッチーもんか、ふらふらそうだ、ふらふらするほどのいい匂いが、刺した鼻の奥、目を覚ます本能のまま今日は誰にも。皆さん、スパイダーマン知ってますか？この世界で何ができるのか、そこには何ができるのか、皿の真っ黒な目から涙こぼれ落ちないように、姉が皆に何度でもずっと食らいつくこの間違いだらけの世界の中、笑ってほしいから、もう誰も傷つけない、強く強くなりたいんだよ。ねえ、マジで、本当にカラオケで歌えたもんじゃないんですよ。ポンさん。はい。ごめんね、今ママ歌ってたから。話していいよ。何話したかったの？あのさ、はい、スパイダーマン知ってますかって言ったの。スパイダーマン知ってますかって、知ってますかって今みんなが反応が。今あるわけじゃないからね、これアップした後に反応来るからね。全然聞いてないね。エクステつけてからはね、もうアイロンがないや、ドライヤーがめっちゃ大変。最近のシャンプーリンスはね、ミルボンです。ジェニールフランっていう種類かな。もう毎日投稿するにはもう本当に気を使わないでカメラを回すっていうことをちょっと練習しようと思って、普段髪の毛乾かしながらカメラ回すなんてもうありえないじゃん。喋ってることほぼ聞こえないのに、それでもカメラを回す勇気、もうそれでもいいから聞いてくれる人だけをここに残すっていう、もうなんか自分を試してるよね。自分のみんなを試してる。あ、うるさい。そう、髪の毛を乾かす音よりママの声の方がでかい。うん。あ、本当？じゃあそれなら本も早くお会いになさい。はい、ちょっと待って。そういえば自分まだ産後4ヶ月しか経ってないんだなって思って、最近なんか回復ポンスの時より早かったなって思う。ポンス産んだ時はもう産後2年ぐらいはもうおしゃれになんて興味持てなくて、2人目はなんかやっぱ心に余裕があるのか、なんかダイエットも早く頑張ろうって思えたし、すごいよね。よし、乾かし終わった。最近100万人突破した YouTuber めっちゃいるじゃないですか。なんかすごい燃えてんなと思って、その熱意、私も取り戻したいな。何かを目指して頑張るっていうのを、YouTube 始めた瞬間からあんま思ったことがなくて、こう楽しいなーって思いながらただやってただけっていうか、なんかこう、うーくんと100万人突破するまでこれをやるとか、あんまやったことがないんだよね。ないんだよね、だって。なんか実はさ、私の悩みでさ、それも。うーくんがもう、数字的には先にどんどん、うーくんの感覚はすごい進んでんじゃん。私はさ、100万人初めて行った時も、
うーくんはもうすでに300万人いてみたいなさ、感動の度合いが同じチャンネルやってる人間同士なのに全然違うのよ。それは当たり前なんだけどね、こう一緒にやったー100万人いったーってあんまなったことがなくて。今なんて言ったの？あー、今ね、100万人いった時のその感動を分かち合えてないよって、最後まで聞け。私がキャーとか言うと心配してくるんだよね、ポンス。だからなんか今みんながヘラヘラ三重師とかさ、コムドットとかミキオダとか結構なんか関わりある人たちが100万人いったぜみたいなやってんじゃん。私もなんかそういうのやってみたかったな、いいなって思っちゃう。突破した時になんかそういうでかいことをやるみたいなの本当に今までなくて、そんでそのこのコロナになっちゃってさ、出産しても何しても私はパッというなんかこう催し物みたいなのができず、本当だったらなんか出産する前に渋谷にトラック走らせようかなとか思ったの。あやな、出産予定日まで何日みたいなトラックを、あーやな、あやな、あーやな、出産、あーやな、あやな、安産期間みたいな感じでなんか走らせたかった。いや、そういうことも考えてたけどさ、もうさ、そういうのもできなくなっちゃったし、私はいつそういった感動を迎えられるんだろうか、てか一生迎えられないんじゃないかと思ってます。みんながね、スタイルブックとかね、本出したりね、曲出したりするたびにね、あーすごいな、プロデュース品とか何にも、そろそろ自伝書きたいな。子供二人産み終えて、旦那さんともいろいろ酸いも甘いも経験して、今私は何を思うのかみたいな、これまでの学生生活から就職して YouTuber になって結婚して子供2人産んで終えるまで、ここまで第一ステージかな、なんかここまでで一回自分の気持ちをなんか総括した本を書きたいんだよね。あの時本当はこうだったみたいな裏話とかも今ならできるかなっていう事項が、いろんな話があるから、これを一つの本にしたいなって思ってます。ふぅ、息子の歯を磨きに行くぞ。ちょっとやめて。甘焼き、はい、OK、 うん、ぐちぐちこっちって聞いて、ぐちぐちして、はい、今日のサブチャンネルおしまいです。まだあの、やってないです。何やの？ポンス映してないよ。今ポンスはテレビを見てますって言って、はい、今ポンスはテレビを見てます。もう寝る時間です、寝ましょう。というわけでサブチャンネル毎日更新1日目でした。また明日お会いしましょう。バイバーイ。違うよ、チャンネル登録よろしくね。はあ、そうだ、改めまして、しばなんチャンネルのサブチャンネルしばなんと一緒、チャンネル登録お願いします。あとね、ツイッターとか TikTok とかインスタグラムとかもやってますので、よろしくお願いします。すっぴんで失礼いたしました。メインチャンネルしばなんチャンネルも登録してください。お願いします。ありがとうございました。では、さようなら。バイバーイ。Bonjour! Bonjour!